阪神茨城秀俊、二軍練習試合で3回に失点。二軍練習試合、中日、阪神、16日、沖縄、読谷、阪神2年目1の茨城秀俊投手、19、が、中日打線に捕まった。1回に島抜いのピンチはしのいだが、2回に田中に先制的自打を許し、3回には鵜飼に左中間へのソロ本塁打を浴びた。まだまだ時間かかりそうやな。茨城はキャンプ疲れが出ていると思いたい。紅白戦と同じくボールが高めばっか言ってるな。茨城は故郷札幌のオープン戦で挽回してほしいけど、自信喪失してるな。茨城3回に失点か。どう考えてもポジルには早かった。ついこの前までここで絶賛されてたのにな。富田もあかんし茨城もあかんし北摂全滅や。茨城はこんなもんやろ。そもそも2軍でも普通に打たれてたやん。茨城は本来門別のキャッチボール相手ってだけで上がってきて、不必要に注目されて勝手に期待されて勝手にがっかりされてる状態やからな。かわいそうやわ。まだまだこれからだからな。門別君と比較して自分を追い詰めたり焦ったりせず怪我なく走り切ってくれ。まあ今後の伸びしろに期待しかないよな。門別と比べられたらかわいそうやわ。同期の門別投手が脚光を浴びれる中、多少の焦りは感じるかもしれないけど、今日もコントロールを乱して津田を浴びていた。まだ高卒2年目、ファームでじっくり鍛えるしかない。ドラフトで高卒投手を取ってないのも門別茨城に期待をしているから、多分幸いチーム編成的には余裕があるし、怪我には気をつけて成長してくれ。茨城がいいものを持ってるのは間違いないですが、門別と比べるとまだまだ体ができてない感じもするので、しっかり鍛えていってほしいですね。まだまだこれからです。まだ高卒2年目、一つずつでも良いから課題を見つけてそれをクリアしていってくれれば良い。鵜飼に打たれるってことはまだまだ2軍の玉ってことや。でもそんなん分かってることや。今はとにかく実戦経験つう時や。今の阪神投手陣なら3年後に活躍してくれと笑顔で見ていられる。焦るな、勉強勉強。先日の紅白戦見たまんまやで、とにかく制球力がまだまだ低いと見た。まだまだこれから。むしろ打たれてよかった経験や。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。